こちらの公園にはね、ドッグランコーナーがあります。おー、いいね、みんな走ってる、思い切り、いいね、声も、私も、ね、今日はワンコロと、ね、一緒に来ております。ちょっと入れるのかどうかね、見ていきたいと思います。いろんな、ね、エリアがあるな。ドッグランなんですけどね、まあ、まだ来たことない人だったら愛犬登録からワンパスか、または以下の、ね、2点っていうものが必要になります。でワンパスというのがね、ここのね、カードですね、多分登録料200円、発行日より1年間有効ですということです。で登録してる人相当多いですね。もうスタ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 みんな入ってくるんで、まあ、1日はちょっと、デビューしないことにしました、今日はね。あとここにはね、サイクリングコースがあります。入り口ということで、サイクリングのね、する方はここから左で入っていく形になります。これ以上中に入るためにはお金がかかるんですけど、大人が450円になります。450円1人。でさっきのね、このサイクリングコースのねところにねあるんですけど、ここだと全く並んでないので、最高にいいと思います。なこっち側だとね、めちゃくちゃ並んでます。めちゃくちゃ並んでるは嘘ですけど、こんな感じです。なんでね、あっち側で買うのがねおすすめです。ではこっちに入っていきます。入るとなんかもう世界がね一気に変わった気がしますね。でここにまたね銀杏茶屋って言って、ソフトクリームとかパスタとか売ってるみたいです。ご協力をお願いいたします。入り口、あとお手洗いあります。あとまたこっちもね、あの写真撮影できます。一緒にあの日付書いてあるところとかと撮れます。パークトレインというものになるんですけど、まあ、多分乗るたびにお金かかるのかな。で15分間隔でね、出てるみたいです。いてなんか刺さった、あー、木だ。こんな感じで可愛いものです。結構並んでますね、人気だ。あとこっち今ね木がバーって並んでるんですけど、カナールのイチョウ並木ということです。ってことでこっちね、秋になっても綺麗なんでしょう。ここはこんな感じでね、水を見て涼しくなれるコーナーでございます。まあ、水一応透き通ってますね。まあそうでないとね、池でも何でもないんだし。また噴水がねあります。ということで今日はね、まあ、東京のねちょっと23区を超えたねところに来ました。立川です。昭和国営記念公園でございます。こんな広いと思わないでね、またやってきたので、今ちょっといろいろとねびっくりしております。ということでこちらの辺はですね、噴水です。ちょっとなんか日本っぽくないような気もするのでね、ちょっとした旅行気分でも味わえるかもしれません。今日はスサナウォーキングのね T シャツを着てね、埼玉の方じゃなかったよ、東京の方までやってきました。こんな感じで、自然を楽しんでいきたいと思います。暑いんですけども、結構太陽出てて、今日23度まで上がるって書いてたんで、ここはねなんかやっぱ水があるから少し厳しいです。噴水のとこ右曲がってくると、まあここあとフランクフルト焼きそばとかなんかも屋台系が売ってて、ビールとかも売ってます。カレーもダッチやパスタとかが売られています。まあ、ここら辺からねみんなもうシート出して、今ちょうどお昼頃なのでね、食べておりますね。いや、いいね、いいですよ。そこそのイタリアンとか売ってるとかなんですけど、ここにスタートフィニッシュってあって、最初のウォーキングとかのコースのスタートと終わりの地点になりますね。国営昭和記念公園のコースは、東京マラソンチャリティーランウィズハートのスポーツレガシー事業にマラソンランナーだから進めて寄付金で整備されました。なんだ、はい、そうですか、そういうところで使いましたってやる方、はい、ということでスタートと、ここがゴールになります。さっきはね、スタートフィニッシュとかあって、こっち側にはですね、なんと隕石が落ちております。でってんてでーん。
隕石。しかも、うわ、なんかもう目みたい。それともこれ、マンサが手を入れると嘘をついた人だとかがある人の、なんだっけ、あれ。はい。あ、やべ、細いっす。あんまり綺麗に入らなかった。で、こちらにはですね、新しくできる国のね、旗があります。もうね、多分宇宙人がここら辺にはいますね。これが落ちてきた時に一緒に、宇宙人一緒に来て、で、これが新しい国で、ここがね、一つの国が出来上がろうとしているところでございます。楽しみにしておきましょうね。そろそろニュースで取り上げられるでしょう。あっち側はサイクリングコースになるのでね、自転車軍団がね、ブンブン、もうブンブンというか、キャキャ走っております。さて、こちらは一体何でしょうね。ちゃちゃちゃーん。石の塊と丸。音はどんな音か。おー、意外だな。私、ね、指ったって、なんかもっと、電車の音。なんかごめんね、こんな、そんな叩いて。なんか、そう。こういう音が鳴ると思ってないでやったから。まあ、そうですね。雪が固まって石になっております。